皆さんこんにちは。今日はカンボジアの旅のお話。2019年の3月1日から5日までカンボジアのシェムリアップという町に観光に行きました。アンコールワットで有名な町です。親友のマサト君、ユウコちゃんの3人で旅をしたんですが、実は先日ユウコちゃんが4年のがんのね、闘病の末に亡くなってしまったんですよね。ユウコちゃんとの一番の思い出を思い返したら、やはりこの旅で懐かしくなって、いろいろ写真を見返してて、動画としても残しておきたいなって思いました。3月1日のね、夜にシェムリアップにね、着いたんですよね。繁華街はこんな感じで、とっても賑やか。夜でもね、すごい明るかったです。これね、何作ってるかっていうとね、これアイスクリームなんですよね。このロール状にこう削ってアイスクリームになるという。美味しかったですね。これがね、ゆうかちゃんとまさとくん、ニューヨークの時からの大親友です。日中のね、街中はこんな感じ。なんかトゥクトゥクとかバイクとかすごい多いんですよね。まあ東南アジアってだいたいそんな感じかもしれませんけれど、夜はねすごい賑やかなんですけれども、日中はこんな感じですね。この旗はカンボジアの国旗ですね。これね、アリーウエスト通りっていうね、まあ有名なパラソル通り、結構有名で、まあゆうこちゃんもここ行きたいって言ってて、で実際に行ったらね、すごい綺麗でした。本当になんかちょっとヨーロッパっぽいよね。ヨーロッパにもね、ちょっとラテン系の国でこういう景色あるよね。これね、商店街、多種多様な野菜売ってるし、これなんか貴金属売ってたとこかな。もうね、文字がなんて書いてるのかね、全然読めないですけれど、これなんかね、豆類いっぱい売ってるんですよ。ゆうこちゃんがなんかめちゃくちゃ豆をいっぱい買って帰りたいっつって、俺めっちゃ頑張って握ってましたね。でなんかいくつかの店に行って、いやこの同じ商品向こうやったらいくらやったっつって、でもう一個違うとこ行って、いや向こうはこんぐらいやったっつって、めちゃめちゃ頑張って値切ってました。大量に買って帰ったんですよね。これはね、僕ら泊まってたホテルでアンコールセンチュリーリゾート&スパっていうところで、プール付きだったんですよね。でも3人の中でプールで泳いでたの俺だけずっとプールでなんかこう泳ぐというか鍛えるっていうか、そうめっちゃ綺麗でしょ。マジでリゾートっていう感じでしたね。これ朝食ビュッフェ、左側にね見えるの、これお粥なんですよ。なんかお粥でちょっとこう東南アジア風のトッピングとかいろいろできて、スパイス入れれて
これすごい美味しくて僕ハマってましたね。こういうね、こう道端にこうフルーツをこうジューサーでバーってこう削ってジュースにするね。露店見たらいっぱいあって、で右側に見えるのはこれココナッツですね。でなんかやっぱり暑いし喉乾くからめちゃくちゃココナッツジュースにはまっちゃってたんですよね。カンボジアにいる間にいくつもいつも飲んでました。こんな感じで冷たいし甘いし美味しいし喉潤うしっていう感じで、いつもねココナッツジュース飲んでましたね。この時もそうっす。まあ、こんな感じで2019年のカンボジアの旅してたんですけれども、まあ、アンコールワットとか他いろんなとこ行ったんで、たくさん写真また違う動画でねアップさせていただきます。楽しみにしておいてください。それではまた。